置いといて、入ってくれ入ってくれ入って、入った入った終わり、やべえよこれ、どうもみなさんこんにちは、キヨキヨです。そしてエルルプリモー、はいこんにちは、山田です。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日もね、山田さんに来てもらってるんですけども、僕ね、ブロステラキャラで一番苦手なのが棒なんですよ。ああ、棒ちょっと難しいですね。いや、マジでテクニックがあって、あれトロフィー3000でしたっけ。3000でもらえるキャラクターですね。3000でもらえるんですけど、マジで僕苦手すぎて、もう使い方わからんと。だから今日はもう山田さんに教えてもらおうというコーナーでございます。だから逆に視聴者さんも、もう、うわ、苦手なんだよなって方多いと思う。多いっす、多いっす、多いっす。多いっすね、多分。ヤマッピーにね、ヤマッピーに、視聴者さんかなと。で、僕の端末で録画してるんですけども、一回、フレバトね。そう、フレバトで、山田さんにちょっと教えてもらって、その後ちょっとね、実践でエメハンで行きたいなと思います。はい。で、ちょ、コツダンス、コツ先生。まあ、コツはですね、右に行きながら攻撃するのと、左に行きながら攻撃するので、弾の飛び方が違うんですよね。うわー、それを覚える。あ、それを覚えると、なんかそうですね、なんかこう3個に分かれますからね。そうそうそう、普通に言ったらこうなんですよ。まあこれね、ほんとに。で、これ右に行きながら打つと、こう線上、まあ横に広く、ワイドに、ワイドに、ワイドに、はいはい。左に行きながら攻撃すると、おー、ほんとだ、なるほどね。はいはい。で、これをまず使い分けるんですけど、まあ使い分けのポイントとしては、とりあえず一発当てたいとき、敵がまあ草の中にいてどこにいるか分かんない、横が広いところやったら右に行きながら攻撃して、はい、横に広く、で、細い通路を通ろうとしてる敵に対しては、こうやってね、左に行きながら撃つんですよ。そうすると、通路にまっすぐ入るんで3発当たるんですよ。で、これ3発当てると火力が出るんで、だからこのマップ、通路が多いんですよね。この、例えば、このここ、ここの通路なんで、左に行きながら撃つと、こんな感じで直線で入っていくんですよね。うわ、で、だからここも通路なんで、こう左に行きながら打つと。で、ここ、はいはいはい、ここも真ん中通路なんで、こう左に行きながら打つと、こうやって全部当たるんですよ。うー、ほんとだ。それだけです。それだけ、それだけ、あ、でもそれだけなら、僕もわかります。あ、わかりますよね。で、この感覚を、この中に通路に掘り込む感覚を覚えていってくれて、まずそれで通路の中に掘り込めるようになったら、はい、まあ第一段階 OK です。で、この必殺収まったら、まあ適当に通路の中に掘り込んどいたらいいですね。あ、これ通路に放り込むんですか、こういうのって。まあそうですね。エメラルドが湧いてくる真ん中に。エメラルドが湧いてくるとか、そんなに強くないんですよ。そんな強くないんですよ。なぜか、なぜあの細いところに入れるといいかと言いますと、はい、地雷解除しにくいんですよね。細い通路やと、この地雷の端っこ通って、で、外側に抜けていくんですけど、解除するときって、はいはいはい。それがしにくいんですよね、細い通路。なるほどなー。なんで、そこの通路とかに掘り込んでいくと。やば、確かに。あ、これで、大体。うわちゃんで一応一回やらせてもらって。はいはいはい。だから細い、細い通路に行くには左に行きながら。あ、はい、もうそれで。右に行きながら行ってみてください。多分うまく刺さらないんで、通路の中に。通路の中に打とうとした時に、引きながら打つと、引っかかるんですよね、弾が多分。ああ、そういうことっすね。狭いところに逃げようとしてる敵に追いかけるときに、左に行きながら打つ、はい。まあ、左に行きながら通路に掘り込んでるだけで多分勝てる。左、じゃあ左が結構いっぱい。あ、強いですね、強いですね。ああ、じゃあ、あ、そっか。はいはい。あ、じゃあ右が広く、もうこれを覚えれば逆に。あ、もうそ、あ、今その動きで、ね。で、この辺に置いとけばいいんですよ、ね。あ、置いといたら、入ったやつは。確かに。入ったやつ、王じゃないですか。そう。解除しにくいんですよ。うわ、確かに。うわ、これいいこと聞いた。これありがとうございます。いや、ちょっとこれはじゃあこれでちょっと一回ね、ちょっとエメハン行ってみようかなと思います。で、あれですか、これはミッドキャラ、ミッドでも、サイドでも最近は使いますね。マジっすか。まあ、どうします、サイドの方が、うーん、どうやろうな、どっちの方が、まあ、ミッドでいきますか。ミッドでいいですか。ちょっとミッドで頑張ります。どっちでもまあいけんすけど、じゃあ何しようかな。もう冷たいの、誰かいるかな。じゃあジーンでいこうかな。あ、誰もいない、誰も入れないですね。はいはい、ジーンこれ新キャラ、また見せていく。行きましょうか。はい、行きましょう。ポチン。ポチンと。さあ、僕、ちょ、緊張ですけどね、これ。まあ、見張ってるんでね。はい、やめてくださいよ。ミスは許される。エリザベスいるじゃないですかって。これはちょっとどうかな。行きます。うん、なるほどね。だ広く、だこういう時は左に行きながら。あ、そうですね。で、いなかったね、次、違う人。じゃあ、CG 出てる。通路を制圧しとけば、ね、まあ、通路永遠に。そうですね。永遠に来んなよ、お前らと。で、自分が通路にこうやって追い込むんで。うわ、ほんとだ。で、こう通路に。うわー、当たる当たる、倒しちゃった、倒しちゃった、はいはいはい。え、待って、山田さん本当に連携取れるんで、自分は家庭教師やった方がいいですね、ブロスタの。いや、もう全然できます。こうやってもうそっちに追い込むんで、もう通路に。ほんとに待って、追い込むっていう概念が、ちょっと捕まえときますわ、一応。やべ、あ、やばい、やばい、やば、いや、ほんとやばやばしか言ってないわ。通路に追い込みますね。ほんとに、ほんとに追い込みますねっていうのがすごい。ほんとに追い、で、ここら辺に置いとくんですよね。お、これはまずいな。はいはい、まあこれちょっとおーしよしよしよし、やべ
え、待って、某得意キャラになりました、僕。それで一回そう待っとってください。あの、相手はめ込みましょう、あそこの地雷陣。あ、あそこに。追い込むんで。あ、わかりました、わかりました。できるかな、行くかな。ちょっと、はい。あ、勝っちゃった。勝っちゃったって、これ。そんないい話じゃん。落としてないのに勝っちゃったっていうね。うわー、来た来た来た。地雷誰も入んないっすね。あ、入った入った入った。入った、うわ入った終わりっすね。入ったら終わり。うわ、これ、あれだ、あの、なんかあの、ゴキブリホイホイみたいな。あ、そうそう、もう。表現悪いですけど。表現悪い。ホイホイだ。ホイホイっすね。ボーホイホイ。ボーボーホイホイ。ボーボー、え、気持ちいい。え、やば。ボー楽しい。めっちゃめっちゃ楽しい。めっちゃ楽しい。いや、そういうことっすよね。だから、僕も、だからその、なんつう、いきなり野球で、150キロの球投げられたら多分野球めっちゃ好きになるじゃないですか。はいはいはい。そういうことですよ。そういうことそういうこと。だからブロスさんも勝てるようになったら、なんつうの、もう、某得意になるってなっちゃうっていう。そう。某が好きになっちゃう。今までそんな好きじゃなかったのに。うわぁ、余裕ですね。待って、本当にめっちゃ球当たるんですけど。通路が多いんで、ここ。普通になんか、左に行きながら通路を掘り込んでおけるだけで勝てるんですか。マジっすか。はい。これ左に打つと本当に球全部当たってる。無限に当たる。やべえ。やべえ、え、ドヤ顔しよう、マジで。あとはもう最悪自分だって囲い込んどけばいけるんで。うわ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 。で、ここは、はい、通路に置いといて、置いといて。で、あとはもう敵をそこに入るようにね、あの、横からそっちに仕向けていくと、サイドの。自分がサイドやってるんで、横にいる人が。ボーボーホイホイ。でもこれ、多分取りに来るんですよ。確かに確かに確かに、そうだ。あ、地雷、あ、ちょっと。あー、奪っちゃった。地雷を。あー、いやいや、申し訳ない。いや、これは、これ、ボーのファンまた増えたな。そうですね、これめっちゃ強いんですよ、ボー。いや、このね、ブロスタのなんかイベントが前あって、その生放送、クンさんとか、イベントがあった時に、やっぱそのね、楽屋で、でもみんなブロスタするじゃないですか、やっぱり。その時にやっぱ勝てたりすると、やっぱドヤ顔できるわけですよ。あー、これめっちゃドヤ顔できるな。これ、楽屋でドヤ顔しよう。このボーの使い方だけ覚えとけば、なんとか。うわうわうわ、センキューです、センキュー。ちょっと一回下げで、一回下げでいきましょうか。やべえやべえ、キューキューハウス強っ。うわもう入った入ったね。うわホイホイしてる。ホイホイ、あ、もう終わりですね。ボーボーホイホイもう強いんで。いやあ、ちょっともうこれボーボーホイホイやば。このマップの棒はこの使い方でね、もう押さえたら勝ちなんで。うわこれだけ押さえてくれたらやばやばやば。そうなの。しかもめっちゃ当てやすいし、うわこれ守らない。あー、ボーボーホイホイ、こんな感じですね。やば、わー、MVP やる、MVP。 でも何もしてないですね。やべえ。ちょ、ラス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 。いや、これボー、だって10分前まで、いや、苦手なんすよねって話してて、もう得意キャラになっちゃいましたね、ボーが。やば、うまいっす。いや、吸収がすごい、吸収。いやいやいや、いや、マジで、いや、もう、わかりやすくね、教えてくださって、あの、動画説明欄に山村さんのチャンネルリンクありますんで。あー、いろんな解説とかもね、されてますんでね。はい、ちょっと、これ、通路に一旦入れておく。あ、当たった。で、こっちに追い込むんで。当たるんで、はい。追い込むっていうのはどういう概念なんですか？どうやったら追い込むんですか？あー、クロスに打ち込む感じですね。クロス？左に、自分が左にいるんやったら、はい、右側に押し込む感じで。で、真ん中の人が、左に、あの、押し込む感じで。あ、今この感じです。今の形です。あー、なんかその、相手を逃げさせるように、そうそう、みたいな感じですね。そうそうそう。これちょっと、高等テクニックで。ちょっと、そうですよね。難しめなんで。もう理解できないですよ。まあ、なんか、イメージ、なんか威嚇しながらみたいな感じで。そうですね。挟み込む感じですね。それ相手は中に入っていく。うわぁ、はい、ホイホイ。ホイホイで。やべ、ホイホイだ、ほんとに。めっちゃ強いんですよ。でも、結構ね、必殺当てると必殺ゲージ見てください。うわ、ほんとだ。これでもう、どんどん必殺使っていけば、いけるんで。え、これもう、かわいそう、これ知らない人。あ、そうですね。そうなんですよ。まあ、知識の量結構大事なんでね。どんなゲームもそうと思うんですよ。うわ、めっちゃ当たってくわ。あ、もう、すごい。置いとこう。あ、もう、そうなんです。置いといて、入ってくれ入ってくれ入ってくれ入って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 、やべーよこれ。やべー、それで終わりなの。終わり終わり、山田さんが終わり。やべー、地雷入るんじゃないですか。あー、まあこんな感じ、こんな感じ。いや、これはね、またボーのファン増えましたよ。こんな感じです。いや、すげえ。いや、ほんとありがとうございます。いや、これキヨキヨハウスちょっと強いっすね、やっぱり。いや、強いっす。あの、やりたいんですよ、あのキヨキヨハウス VS ドズルハウスのドボンバルで、はい、ドボンバルやりたいんでね。はい、ちょっと今日もご視聴ありがとうございました。山田さんのチャンネルリンク動画の説明欄にありますんでね、まだ登録されてない方はぜひとも登録して動画を見ていてください。今プレゼント企画中でございますんで、まだ応募されてない方ぜひとも応募お待ちしております。
うん、まだチャンネル登録お済みだけど、ぜひこちらの顔のボタンからチャンネル登録していただけますね。最新の動画の通知などが入って見やすくなるかと思いますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録お待ちします。そしておすすめ動画もあったりします。ということで、ご視聴あし